Lane. What episode is this? 8? 失礼します。No, 課長。どうした？これをご覧ください。先日、C 級ダンジョンのレイドで6人が戦死した件です。生存者は D 級と E 級のハンターでした。逃げ出したんだろう。よくあることだ。それが逃げ出すどころか、ボスを倒して出てきました。D 級のユ・ジンホハンターがかなり高価な装備をつけていたため、決して不可能ではない。何が言いたい？その程度の疑念は調べられるはずだ。いえ、実はもう一人の生存者がこの前の二重ダンジョン事件で生き残ったソン・ジヌハンターだったんです。ソン・ジヌ、Maybe he's an S tier。 しかも死んだ6人のうち1人はファン・ドンスクハンターでした。あのファン・ドンスハンターの兄か。それは確かに引っかかる。ただいま。おかえり。お土産？フライドチキン。なんかいいことあったの？いいことなのかどうかはまだわかんないな。母さんの治療費と生活費はちゃんと抜いてあるから。ケチなお兄ちゃんが珍しいじゃん。そういえばこないだのってどんな感じだったの？レイド、報酬多かったんでしょ？その割にあんまり怪我してなかったから、仲間の人が強かったのかなって。Don't tell me it's bothering you. まあ、そうだな。じゃあ、敵やつけるの簡単だったんだ。確かに簡単だった。力の差はともかく。あの瞬間、俺には少しのためらいもなかった。むしろ、お前ごときがこの俺に、とさえ。以前なら間違いなく逃げる手段を探したはずだ。レベルアップしたことで気が大きくなったのか。だが相手はモンスターじゃない、人間だぞ。お兄ちゃん大丈夫？具合悪いの？お釣りをもらい忘れた気がしたけど勘違いだった。はあ、もうびっくりするじゃん。今はいい。大事なのは家族のために強くなることと死なないこと。また同じ状況が来てもやってやる。なんだ、有害成分？解毒？ごちそうさま。もう全部食べちゃうよ。また太ったって騒ぐなよ。Is that what happened?全く酔えない。システムの特殊能力がアルコールを分解してる。何かの効果か？祝福。健康な日々。損傷した体、毒性および異常の免疫。これだ。二重ダンジョンの時の報酬。いろんなことが起こりすぎて確認してなかった。失った部分が再生したのもこれのおかげだったのか。まだ分からないことが多いな。So that means poison don't affect them. Anything that's poison. お兄ちゃん、ユージンホさんって人から電話だけど。え？今行く。飲みすぎ。体に毒だよ。俺は大丈夫だ。一緒になっても見てやんないから。すみません。急に呼び出してしまって。また会うとは思わなかった。嬉しいです。兄貴は命の恩人ですから。ああ、俺も魔法石を譲ってもらえて助かったよ。それに君はあの時のことを黙ってくれてる。On a real, come on, how many of y'all would take advantage of that ability not to get drunk? I know I ain't the only one. あれはあいつらが先に殺そうとしてきたんじゃないですか。正当防衛です。それで、要件。That is self-defense. 兄貴、実は僕、攻撃隊を組もうと。断る。とりあえず最後まで。ボンボンのお遊びに付き合うつもりはない。20! いえ、せめて19回だけ。19回？まさかギルドマスターに。
話だけでも聞いてください。お願いします。よ、マスター。それで、はい。お察しの通り、僕はギルドマスターの免許を取りたいんです。そのための条件の一つが、レイド経験20回以上のハンターであること。先日がその1回目でした。会社を継ぐために勉強だけはしてきたので、筆記試験には自信があります。でも実践は。そういや、友人建設の次男だっけ。ギルドマスターになりたいのは会社のためです。実は父がギルドを作ろうとしてまして。友人建設がギルド。はい。ダンジョンは危険な分、それだけ多くの宝が眠ってもいる。魔法石やマナ鉱石はその一部にしか過ぎず、上位モンスターの死骸は様々な材料に使われる。ダンジョン内にあるものは全て金になると言ってもいい。つまり会社所属のハンターにダンジョンを攻略する利益、自給自足が目的か。その通りです。父は S 級ハンターをマスターに起用し、副マスターに僕の兄を置いて、ギルドを企業のように回そうと。 S 級って国内に7人しかいないんだぞ。ええ、しかも唯一ギルドに加入してないミンビョングハンターはすでに引退してます。まさか他から引き抜くつもりか。やめておいた方がいい。兄は覚醒者じゃないのでマスターにはなれません。それで君が経験を積んでマスターに、お兄さんと争って。兄貴も実力を隠しながらレイドに参加するためには仲間が必要ですよね。僕もランクの高いハンターと組むより、 E 級ハンターを連れてレイドを成功させた方が父を説得しやすくなります。兄貴は B 級、いや、それ以上の力がある。人選びを誤れば命の危険も伴うが、兄貴なら。これはギルドの事務所にする予定の建物で、現時点の推定時価は300億。兄貴にご用意するレイド報酬です。 C 級レイド19回で300億、これまでなら即飛びつく額だ。だが俺だけレベルアップできる状況では話が違う。このまま成長を続けられるのなら、いつかは S 級、いや、それ以上だって狙えるかもしれない。 What, S plus tier? それを考えると300億ははした金だ。何よりレベルアップの能力が俺自身にどう影響を及ぼすのかわからないまま他人と組むのはリスクが高い。すまない。 It is risky. 待ってください。協力してもらえれば兄貴のことは一生秘密にします。 Oh, trying to blackmail him?This dude just saved your life. You trying to blackmail? Yeah. Come on, though. Come on, bro. How you trying to blackmail? 生き残った二人の情報が知りたい。すぐに資料を持ってきてくれ。Oh, is this his dude, brother? 失礼します。お持ちしました。Yep, it is. Mr. Fan. Looks like him too. 兄貴が殺された。それは何か確証。資料は。はい、こちらに。ローラ、俺がよそで人を殺したらどうなる。本気ですか。ハンター犯罪における引き渡し条約が締結されている国であれば、現地の方で裁かれます。ですが、そうでないならば本国の方で裁かれることになります。つまり政府との交渉次第では減刑も可能かと。スケジュールを調整してくれ。突然の予定変更はギルドの業務に支障をきたします。いつまで埋まってる。しばらく先までは。その後でいい。押さえておけ。かしこまりました。予定に入れておきます。 So he's already planning on killing him? ハンター友人法E級ハンター。Like he doesn't even know that he killed him. He just wants to kill him. That's what it sounds like. それまで生きていることを願うばかりだ。I guess both brothers are the same.
お前が体を動かすなんて珍しいな。勉強ばっかしてると体に悪いでしょ。え、チキン食べ過ぎだろ。なあ、もし300億手に入ったらどうする。急に何。もしだよ。お母さんの治療費と大学行くお金、あとは貯金。わかんないよ、現実味ないし。だよな。お前は自分のペースで来いよ。え、ちょっとお兄ちゃん。E級でもハンターね。はい。いや、いえ、11キロ。どうして目標以上の距離がカウントされてるんだ。 Oh, he can surpass his limit of his daily quest. なるほど。Yeah. どこまで行くのか試してみるか。お兄ちゃん、やっと追いついた。I bet you he left. もう少し走ってくれ。デイリークエストがシークレットクエストに変わった。はい。選択式のランダムボックス。まあ、まずは祝福されたランダムボックスだよな。The new power? A key. また鍵? Oh, a key, another dungeon. 悪魔の城。To enter the demon castle. 入手難易度 S! Oh. Is that an S rank? 強力な魔力で万病を治す。Elixir alive? 命の神髄。Is he gonna use that for his mom? He could.命の神髄とやらが本当にあらゆる病を治せるのだとしたら、決まってる。鍵の入手難易度がダンジョンと比例するのなら、これで開くダンジョンは S 級だとしたら、中にはあの S 級ハンターたちが失敗したジェジュ島レベルのものが待っているということになる。そんな次元の異なる怪物たちに今の俺は通用するのだろうか。怖くないと言えば嘘になる。本当に危ない時はインスタンスダンジョンで使わなかった機関石を使えばいい。Let's see the enemies. I bet you he's gonna. I bet you that either A, that stone gets broken, or B, he drops it and loses it. I'm calling. Calling, and he's gonna be trapped in there. 諦めたらそこまでだ。If this isn't もっと強くなって、like、もっとレベルアップして、すべてを取り戻す。こんなところで生き耐えてたまるか。He's pretty confident. You need to crash. That's not what I'm doing. しかない。召喚の効果に適用されていてこれか。Ah!
the hell is he gonna get out of this? 一瞬で三分の一も削られた。Oh, I feel like 100% more finished. 6.2 倍? Oh my gosh. 早っ。もう半分。Not twice as strong. 仕方ない。状態の回復。入った。Does it feel pain?やはり危機的状況を伝えて死なせないようにしているのか。俺がプレイヤーだから。こんなものどう考えたって普通の再覚醒じゃない。せめて3分怒り状態を耐え抜けば。いや無理だ、危険すぎる。使うしか。But he lost it. Now he's gonna be fucking stuck. どうやって生き延びろって言うんだよ。あと数発くらいは終わりだ。何か方法は。ストア忘れてた。Oh, he gets a shot. I forgot he gets a shot. He can fuck. Can you buy buffs? 1個300。三つ購入。What is this?He's gonna need more of that. Come on, buy like buffs. Wait, what was that? Go back. Plus 20 physical damage, minus 35 strength. Poison. Oh, if that's poison, then this shouldn't affect him because he can like get rid of the poison. That's just one of his abilities to get rid of poison. This might increase his damage. I'm
think I killed all three henchmen? Or did he start just killing them all right? Damn. This anime is insane. Level. Oh. That game a good bit of levels. I need to take that scene. These fight scenes in this anime, dude, are top tier. Jesus. Gotta love animes like this. How you gonna get out? You lost the pistol.